今回は名護城から見た名護市を背景に名護市を紹介したいと思います。名護城と読み上げましたが、正確には南具宿と読みます。名護市は沖縄県北部に位置する沖縄県第7の都市面積210.90平方キロメートル、人口平成23年6月現在64,241人です。シノキはガジュマル、シの花は鉄砲ユリ、シの花木はカンヒサクラ、シの鳥は琉球メジロ、シの蝶はコノハチョウ、シの魚はシロギス、シの貝は水地貝です。また、沖縄本島に属する市町村で最大の面積を有する。名護市の面積の約 10% を米軍基地が占めている。1957年、昭和32年、名護町にて沖縄ビール株式会社、現オリオンビール株式会社の設立、創業。1969年、昭和44年、琉球政府立名護高等学校、現名護高校の機械科、電気科が琉球政府立北部工業高等学校、沖縄県立北部工業高校として分離独立して開校。1970年、昭和45年、名護町、羽地村、串村、矢部村、矢賀地村の5町村が合体、新設合併、市、沖縄県下9番目の位置として名護市が発足する。1972年、昭和47年、沖縄の本土復帰に伴い琉球政府立名護病院、現沖縄県立北部病院の前身が、沖縄県立名護病院へ改名。1979年、昭和52年、宮里地区にて、名護市営球場の開場。1979年、昭和54年、プロ野球球団の日本ハムファイターズ、現北海道日本ハムファイターズが、春季キャンプを名護市、名護市営球場で初めて行う。1981年、昭和56年、高知区にて、名護市新庁舎、現在施設、が竣工し、東江にある旧庁舎から機能が移転される。
1982年昭和57年大西地区にて沖縄県立名護商業高等学校の開校。1984年昭和59年あがりえ地区にて名護市旧庁舎を改装した名護博物館のグランドオープン。1991年平成3年うむさ地区にて北部地区医師会病院の開院、また沖縄県立名護病院が建て替えのため沖縄県立北部病院へ改称。1992年平成4年名護地区にて名護市立の動植物公園ネオパーク沖縄のグランドオープン。1994年平成6年 B 又地区にて明桜大学が開学する。1997年平成9年金粉ガジュマルが国の天然記念物に指定される。2000年平成12年主要国首脳会議が万国新領館ザブセナテラスで開催される。2004年平成16年辺野古地区にて沖縄工業高等専門学校の開校。2007年平成19年北部工業高校と名護商業高校が統合されて沖縄県立名護商工高等学校が設立。名護市の住みやすさランキングは県内3位、全国108位。名護市の特産品地ビール、オリオンビール、泡盛、塚山酒造、龍泉酒造、小勝焼、琉球ガラス等。そろそろ帰らなきゃ。